はい、ゾンパートナーズの大森です。今回はですね、夏に見るべき花5つのお話をいたします。夏にですね、花が咲く木はですね、実はね、結構ありましてですね、花はですね、春のイメージがね、結構あるんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、まあ、夏にもね、結構多くの花が咲いているという感じですね。まあ、そんなね、花、咲いている花の中からですね、今回はぜひね、見てほしい花5つを紹介するというような感じになりますね。まあ、一応ね、言っておきますけれども、今回もですね、完全に私の主観で紹介するというような感じですね。まあ、主観なんでね、まあ、こんなのやだよっていう人もね、もしかしたらいるかもしれませんし、これが良かったんだよねって言ってね、待ってたよみたいな感じでね、言い思われる方もいるかもしれませんね。まあ、主観なんでね、すみませんというような感じです。まあ、ただのね、私の趣味の話というような感じになりますね。ですんで、今回は私の趣味にお付き合いいただくというような感じの動画になっております。まあ、庭師をね、10年経験した私のですね、好きな花をぜひね、最後まで聞いていただきたいなと思っております。このチャンネルではですね、こんな感じで私の好きな花の話をしている時もあります。造園業、植木屋さん、庭師さん、庭木の話をしている時もあります。いつもはね、僕の話ではなくて、役立つ話を発信しておりますんでね、ぜひチャンネル登録までですよという方いらっしゃいましたら、チャンネル登録今のうちによろしくお願いいたします。ということでですね、早速紹介していきます。1本目の木はですね、サルスベリですね。サルスベリ、夏といえばサルスベリだと思います。サルスベリはですね、まあ有名な木なんじゃないかなと思います。花の色はですね、赤と白があるというような感じですね。まあなんか紫っぽいのもね、あるんですけれどもね、街路樹だったりとか公園などにもよく植わっていますし、庭木としてもね、よく植えられていますんで、結構ね、どこでも見ることができるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、サルスベリとはですね、樹皮が剥がれ新しい樹皮が現れると、その部分がスベスベした樹皮が現れることによってサルスベリという名前がついているそうですね。ですんで、あの猿がね、登ろうとしても滑ってしまうと、ツルツルだから滑っちゃうよというところからサルスベリと呼ぶそうなんですね。実際にはですね、猿は登る、普通にね、滑ることなく登れるそうですね。はい。ちなみに夏椿だったりとか両部なども似たような樹皮の代謝が行われるんですけれども、そのような木もね、サルスベリという風に呼ぶ地域もあるそうですね。まあ、うちのね、千葉県では多分そんなことないと思うんですけれども、まあ、他のね、あの県だったりとかだと、そういうのもね、サルスベリというふうに呼んでいるところもあるそうですね。はい。で、サルスベリはですね、病気にも結構ね、強いですし、あの、大きくね、なりすぎちゃうよということがね、あんまりありませんので、育てやすいというふうな感じですね。大きくなりすぎるっていうのはね、まあ、10メートル、20メートルにはならないよというだけでですね、普通にね、あの、2階の屋根ぐらいまでだったら普通に行っちゃいますんでね、まあ、普通に切っておけば大丈夫というような感じです。切り方がですね、サルスベリ結構ね、簡単で、独特のね、切り方するんですけれども、拳仕立てって言ってね、この同じところでこう何回もね、切っていくんですよ。そうするとですね、こう、だんだんね、ぼっこりしていって、で、そこからもね、ビューンって、毎年ね、あの枝が出てきて、そこから綺麗なね、お花がパン咲くというような感じです。まあ結構ね、簡単な木だと思いますんで、お花もね、いっぱい咲いてね、あの、綺麗な感じですんで、おすすめというような感じですね。まあ私は好きな木の一本というような感じになります。二本目はですね、口なしですね。口なしはですね、初夏頃に花が咲くというような感じです。まあもしかしたらね、今はもう8月のね、中旬ぐらいになってますんで、花がね、ちょっと終わってるかもしれないんですけれども、まあその場合にはね、来年楽しみにしていただきたいなと思っております。口なしの花はですね、とってもね、甘い匂いがするんですよね。独特な匂いがします。匂いもね、楽しめるという木になっていますね。しかもですね、低木ですんで、基本的にね、大きくなりすぎるよということがないですね。まあ、大きくてもね、まあ、1メートル、2メートルの口なしあんま見たことないんでね、1メートルくらいなんじゃないかなというような感じですね。はい。花の色は基本的には白というような感じになります。口なしという名前はですね、いくつか説があるそうなんですけれども、実がですね、熟しても劣化、まあ、こう劣化ってこう、バーンと開かないというため、そのようなために口がないから口なしと、その口ね、劣化、口がないから口なしと言われている説とですね、上部に残る萼を口として、細かい果実が残る実を梨としてですね、口のある梨として口なしと呼ばれている説もあるそうですね。あとはですね、口縄、まあ、蛇のことなんですけれども、口縄と梨、梨はね、果実のことなんですけれども、口縄梨、口縄の梨、蛇の果実ということですね。口縄梨となって、蛇しか食べない実がなる木として、それが変化して口梨というふうになった説があるそうですね。まあちょっとどれかっていうのはね、正確には分かってないみたいなんですけれども、まあどれかなんじゃないかと
というような感じみたいですね。で、切り方としてはですね、結構簡単で、まあ、刈り込みバサミでね、こう大きいハサミでね、バンバンバンとなんとなくね、適当にこう刈り込んであげれば、普通にね、翌年もお花がなるというような感じになりますんでね、結構簡単な木なんじゃないかなと思いますね。あとはですね、ちょっとアブラムシがね、つきやすい木になりますんで、アブラムシがついているようでしたら消毒してあげるというような感じの木になります。で、3本目はですね、ムクゲですね、ムクゲ。ムクゲはですね、夏から秋ぐらいにかけて花が咲いて、色はですね、白か赤か紫、もしくはピンクがあるというような感じですね。色結構ね、ありますね。落葉樹で低木というような感じになります。寒さにも強いそうなんですけれども、まあ、ほとんどの枝がね、上を向いてこう伸びてるんですよね。ビューンとね、ビューンと。横にね、枝ってあれね、伸びないんじゃないかなっていうような感じのね、木だと思うんですけどもね、ほとんど上向いてますね。テルデモモとかね、桃のね、木もね、ビューンと上に伸びるようなね、木があるんですけども、ああいうような感じですかね。で、伸びた分ね、そこ切ればいいんで、結構ね、簡単なんじゃないかなと思いますね。私としてはですね、切り心地がね、結構面白いんですよね。切ったサクッ。サクってね、あれがなんか面白いなっていう風に思っている木ですね。あんまりね、広がって伸びませんので、比較的にね、狭いよというところでも植えるということがね、できる木なんじゃないかなと思いますね。ムクゲね、いろんな色もありますし、ちょっとぐらい狭くても大丈夫というような木になります。四つ目はですね、京竹桃ですね。京竹桃も真夏に花が咲くというような感じですね。ちょうどね、今、ものすごい花が咲いてますよね。花の色はですね、ピンク、白、赤、あとオレンジがありますね。大気汚染に強いために工場地帯だったりとか、あとはね、幹線道路沿いに、まあ、街路樹みたいな感じでね、多く植えられているということがありますね。京竹桃はですね、有害で切った樹液がね、危険なんですよね。あれね、飲んじゃったりするとね、死んじゃうというようなこともありますね。燃やして出た煙にもですね、有毒物質が含まれていますんで、十分にね、注意をするという必要がありますね。燃やして出た煙を吸っても中毒になってしまうと。いうようなね、大変危険な木というような感じですね。で、切り方としてはですね、結構適当でもね、切る時期を間違えなければ十分にね、花が咲いて、もうどん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 伸びるような木ですからね、いいんじゃないかなと思いますね。ただね、切った時の樹液には注意をする必要がある木ということですね。で、ちなみになんですけれども、私が住んでいる千葉県ではですね、千葉市の花木が京竹桃というような感じですね。まあ、馴染みがあるという木です。で、ちょっとね、調べてみたんですけれども、広島市ではですね、かつて原爆投下後、75年間は草木も生えないというふうに言われていたそうなんですけれども、そんなね、被爆焦土でもいち早く花が咲いたそうなんですね。そのことから復興のシンボルとして、広島市の花にして、指定されたというような感じなんですね。京竹桃ね、知りませんでしたね、私ね。ちょっとね、関東に住んでいるもんなんでね、もしかしたらね、広島県だったら有名な話なのかもしれないというような感じですね。5つ目はですね、ノーゼンカズラですね。ノーゼンカズラ。ノーゼンカズラね、ツルですね。落葉のツルというような感じになります。結構ね、伸びて厄介なんですけれども、大きくて綺麗な花が咲くというような感じですね。なんかトランペットみたいなね、感じをこう、ビュンとね、花が咲くというような感じですね。放っておくとですね、いろいろなものに絡んで強く切りたくなってしまうというような感じのツルなんですね。木に巻きついてこう絡んでってね、こうぐる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 ってなってって伸びていくっていうような感じじゃなくて、他のものにですね、こう吸着するんですよ。こう張り付いちゃうような感じなんですよね。あれがですね、付着根っていうらしいんですけれども、あれがついてって、こう、だん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 こう伸びていくと、あれ剥がすのね、結構大変なんですよね。あれね、付着根っていうみたいですね。ノーゼンカズラがですね、ちなみに季語、夏の季語だそうなんですね。ということでですね、ちょっと一つ最後にですね、一句、私ね、夏の季語を使いまして考えましたね。草取りし、ノーゼンカズラ、切りそびれと。というね、俳句を考えました。夏にですね、庭の手入れをして、雑草がね、気になって草取りはしたんだけれども、まあ、伸びすぎてしまうね、その時にね、ノーゼンカズラ切ろうかなって思ってたんですけれども、その時のね、綺麗な花が咲いていて、切りそびれちゃったな、お花もうちょっと見ようかな、みたいなね、そんな感じの句を考えました。ほぼ初めてですね、俳句を考えたというような感じですね。多分ね、小学校の時に授業でね、俳句確かね、何個か考えたんですけれども、それ以来というような感じですね。あんまりね、俳句を考えたことがないんですけれども、ノーゼンカズラを入れたらですね、すでにこうノーゼンカズラなんで、こう7文字使っちゃってますんでね、
もうめちゃくちゃ難しかったですね。はい。まあ、詳しい方がね、もしいましたらですね、ぜひ添削とですね、あと他の句もね、お願いしたいなと思っております。コメント欄の方にいただければなと思います。あとですね、おまけなんですけれども、お花ということでですね、花火っていうのもね、考えましたね。木ではないですし、鶴でもないですし、草でもないという花火ね、花なんじゃないかなと。あれもね、綺麗に咲く、夏に咲きますね。花火もですね、夏に見たい花の一つだなと思っております。今年はですね、まあ、いろいろな事情があってですね、大きな花火を見ることはできませんけれども、ぜひね、来年以降は見たいというふうに思っておりますね。まあ、そのためにですね、今自分ができることはしっかりとね、今のうちにやっておく必要があるのかなと思います。まとめといたしましてはですね、今回は私の主観でね、話を完全にしていると、私の主観の話をしています。で、紹介した花はですね、サルスベリ、クチナシ、ムクゲ、強竹桃とノーゼンカズラというような感じですね。まあ、おまけでね、花火というふうな感じで言っております。できるだけね、今花を見ることができるものを紹介したつもりです。まあ、ちょっとね、口なしだけはね、もしかしたら見れないかもしれないんですけれども、まあ、他のやつはね、まだまだ全然見れるんじゃないかなと思っております。今年はですね、やっぱり例年と違って、皆さんね、大変な思いをしていると思います。いつもと違ってね、夏にやってたイベントね、夏のイベントは全くないよというような方もね、結構多いんじゃないかなと思います。まあ、ぜひね、近所でこれらの花を見て、少しでもね、今年の夏、2020年の夏をね、感じてみたらいいんじゃないかなと思いますね。合わせてね、俳句読んでみたりしてね、夏の季語だなんつってね。他にもね、ちょっとノーゼンカズラ以外にもですね、夏の季語になっている花もあったんですけれども、ちょっとね、ノーゼンカズラで急に作りたくなったんで、ノーゼンカズラで俳句を読んだというような感じになってますね。まあ、ぜひね、これを見てね、これらをこのね、花を見て、2020年の夏はこんな感じの木見てたなっていうような感じで、ね、思い出になればいいんじゃないかなと思います。ということでですね、今回は夏に見るべき花5つを私の主観で話をしております。こんな感じでね、夏に見る花の話をしている時もあります。造園業、植木屋さん、庭師さん、庭木の話をしている時もありますんで、チャンネル登録もあるんですよという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あとですね、いつもグッドボタンいただきましてありがとうございます。今回も良ければグッドボタンいただけたらなと思っております。他にもね、何か質問がございましたらですね、コメント欄の方にいただければ返事は動画にて返しておりますので、何かございましたらコメント欄の方にいただけたらなと思っております。私はですね、造園業、植木屋さん、庭師さん、業界全体が良くなるようにと思いまして、この動画、このチャンネルを作っております。ぜひ応援の方もいただけたらなと思っております。ということでですね、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画で会いましょう。